こんにちは、皆さん。ヨルダンの過去です。声が響くんだけど、ここは博物館です。視界博物館に私たちは来ています。視界のことが何でもわかる博物館なんです。さて、視界っていうのは皆さん、とっても塩分が濃くって、それで中に入ったらぷかぷか浮かぶことができてってご存知だと思うんですけれど、ちょっとここご覧ください。この床にいくつか青い点があるんですけど、これ1950年、中東戦争が始まったぐらいの頃の視界はこれぐらいの大きさでした。そして96年、この部分が干上がってしまいましたね。そして2009年、10年前にはこんな風で、あと何百年か経つと視界はほとんどなくなってしまうということなんですね。どんどん蒸発していってるんです。さて、この視界、実は古い古い歴史があって、もちろんキリストが視界にやってきて、視界のそばで洗礼を受けたということもありますし、それからその前の時代には東と西の貿易でたくさんの船が実は浮かんでたんですね。この視界ミュージアム、日本の JICA の協力で建てられました。こちら側にミュージアム、そしてこちら側が国際会議なんかをするホールになっていて、そしてその外側にはレストランであるとか展望台とかが設けられていて、とっても素敵なところです。皆さん、ぜひ来てください。視界が昔は栄えていた、交通とかで栄えていたというのがありますが、実はね、1930年頃に視界の中にぽっかりと大きな黒い岩が浮かび上がってきたんです。岩がですよ、っていうかそれアスファルトなんです。実は視界の下にはおそらく石油が埋蔵されている。で、ある中の関係で時々アスファルトがポカッポカッと上がってくるんですね。で、視界ミュージアムにはそのアスファルト、浮かんできた大きなアスファルトの上に人が立ってる写真があるんです。さて、そのアスファルトなんですけれども、まあ道路を舗装したりいろんなことに使ってるけど、昔々は例えばネアンデルタール人が槍の先に石器、これをつけるためにね、使ってたんですね。で、もちろんこの辺りにはネアンデルタール人の遺跡もたくさん発見されています。そしてまた時代が下って、私たちクロマニオンじゃなくて、私たちのような人間、ごめんね、間違っちゃった、クロマニオンじゃなかった、はい、になって、いろいろな形で使われていったんですけれども、一番やっぱり特徴的なのはですね、エジプトのミイラ、あのミイラの中、実はミイラはソーダでその水分を抜いて中にアスファルトを詰めてたんですね。ですからエジプトではアスファルトはなくてはならないもの。そしてそのエジプトにアスファルトを運んでいたのがペトラのナバタイ人なんです。ですから視界のこのアスファルトを採掘したり集めたりして、それが全部エジプトまでペトラのナバタイ人を通じて届けられてたんですね。その盛んな交通と通商、そしてその後もうどんどんそのままいろいろな形で繁栄していきまして、あと特徴的なのは、多分今から700年から800年ぐらい前に砂糖の工場があったんです。エジプトに厳選しているサトウキビをヨルダン川の低地で栽培して、でそれを大きな石臼でゴリゴリと引いて、でそしてそのジュースを取ってですね、で、黒砂糖みたいな形の砂糖の塊を製造して販売していたんですね。でその砂糖工場跡も今なおここには残っています。さあ、この視界今私とってもなんか今実は11月なんです。
本当はとても寒いはずなんですけれども、視界っていうのは海抜マイナス400メートルを超えているので、もう非常にあったかいんですね。一年中あったかい。夏はもう50度近くになりますし、冬でも20度、30度。ですからバナナとかトロピカルフルーツがこの辺りで取れるんです。で、首都のアンマンから40キロぐらいなんですけど、気温で、およそ10度ぐらい違う。毎日暖かいんですね。で、海抜は低い。さらにその上にこの水深も低いですね。400メートルぐらいあるんです。で、こういった視界、先ほどご覧に なったようにどん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 縮んできています。かつてはいろいろな形で栄えたこの地域が、今はこの視界を隔てて向こう側はイスラエル、絶対にこの視界を通ってはいけないことになってるんですね。いつかこういう風な、なんか幸せになれればいいなって思いますし、皆さんどうぞ視界がなくなる前に来てくださいそしてまた視界がなくなる前に、本当に視界に海を浮かべて、船を浮かべて向こう側まで行けるような、そういう時代が来るといいなって思っています。では、視界からでした。